パリ五輪競泳100メートル背泳ぎの決勝が現地7月29日、日本時間30日に行われ、アメリカのライアン・マーフィーが銅メダルを獲得した。しかしマーフィーの最大の喜びはメダル決定直後ではないかもしれない。画像、ライアンの妻が掲げたサプライズ看板をチェック。これまでリオゴリン。 東京五輪で金メダル4個を含む6個のメダルを獲得してきたマーフィーは今回のパリ五輪でも同メダルを獲得し3大会連続のメダル獲得を成し遂げた。米放送局 NBC のニュース番組 ToDay で報じられた内容によると、マーフィーはメダルを受け取るために表彰台に上がった際に、ふとスタンドに目をやると、妻が白い看板に黒文字で何か書いてあるのを発見したという。 その内容は、ライアン、女の子だよ、というもの、2023年9月に結婚し、現在妻は妊娠中。しかしマーフィーはお腹の中の子供の性別については知らなかったと言い,い、まさかの場面で知ることになった。同メディアはこの出来事を、これまでの試合ですでに6つのオリンピックメダルを獲得していたが、2024年の優勝の瞬間は、 その中でも最も完美なものだったかもしれない、と祝福。ワーフィーの、銅メダルを獲得するよりも良いニュースだった、ベストな方法でそれを知ることができて特別な夜になった。女の子の父親になるなんて、本当にワクワクするよ、という発言を紹介した。子供は2025年1月に出産予定だという。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。